アマナキレレーマフィ写真を拡大、遠征先のニュージーランドで同僚選手に暴行した疑いで逮捕されたラグビー日本代表の8でスーパーラグビーのレベルズ、オーストラリア、所属のアマナキレレーマフィ、28イコール NTT コムが16日、同国内の裁判所に出廷し、保釈が認められた。8月3日に尋問を受ける予定で、近日中にチーム本拠地のメルボルンに一旦戻る見込み。事件を受けて国内所属の NTT コムは、誠に遺憾、などと声明を発表。同じくホームページ上で声明を発表した日本協会とともに、現状でマフィへの処分などは決めておらず、司法の判断を見守る考えだ。